こんにちは。本日は六本木ヒルズ春祭りにお越しいただき誠にありがとうございます。東北四大祭りの一つで山形県を代表する花笠祭り、8月の祭り本番を前に、今回は六本木ヒルズのステージで特別に山形花笠音頭をはじめ山形県の素晴らしい民謡をお披露目いただきます。踊りをご披露いただくのは、今回のために山形県からお越しいただきました山形県民謡協会の踊り手の皆さんです。1曲目は花笠音頭星を踊ります。 The Hanagasa Festival is one of the four major festivals in Tohoku and represents Yamagata Prefecture. Before the main festival in AugustHanagasa Ondo and other wonderful folk dance of Yamagata will be performed on the stage of the Roppongi Hills. Dancers came from Yamagata Prefecture for this event. The first song is Hanagasa Ondo Hoshi. さあ、会場の皆様も一緒に盛り上がりましょう。では、どうぞ。
皆さんこんにちは。山形から参りました、花笠踊りいかがでしたでしょうか。いつも夏はパレードを行いますけども、今日先ほどお届けした曲少し変わっていると思いませんでしたか。新しい、民謡と新しい曲と本当にアレンジをしていただきまして、東京の星、勝先生に、この曲を出させていただいたところです。今日は会場にもお越しいただいて、私も恥ずかしいのですけども、このように東京で披露させていただくのは今日が初めて出したものですから、皆様にもぜひこの曲を山形の花笠踊りとともに、可愛がっていただければ嬉しいなと思っております。若い人たちにも子どもたちにも、またいろんなダンス関係の方々にも、山形の花笠の曲とともにいろんな立場で、発表していただければ嬉しいなと思っております。最後には地元で踊っている踊りももちろんお店皆様にご披露させていただきますけども、このような曲も大いに出ていることもお知りおきいただければ嬉しいと思っております。山形はまだ桜も咲いてませんし、今から満開の、お知らせがあると思いますけども、東京に来て本当にこのように満開の席で花笠を踊らせていただき嬉しく思っております。また山形の紅花という、県の花になっている踊りなどもありますので、どうぞご覧いただきたいと思います。じゃあ次の曲でよろしくお願いいたします。2曲目の演目は紅花摘歌です。 The second song is 紅花摘歌。それでは皆様ステージにご注目ください。
紅花摘み歌。紅花を作るにはいろいろな作業がありますけども、やはりお花を摘まないとできないものです。染料にしたり、また、山形県の酒田から北前船で京都まで送った、そのせいで口紅などは舞妓さんたちが今でも使ってくださっているそうです。ぜひ紅花を皆様も親しんでいただければと思います。Mamurokawa Ondo desu. The third song is Mamurokawa Ondo.それではステージにご注目ください。あ
それではいよいよ最後の曲ですけども、もう一回花笠音頭、いつもパレードなどで使っている曲です。大塚文夫さんが一生懸命、山形出身の歌手ですけども歌っていただいております。踊りにもいろいろな踊り方がありまして、尾花沢が本場の踊りと言われております。大きな傘を使ってまず踊ります。それは地付き歌と言われております。あとパレードには女踊りと男踊りがありまして、やはり傘が違っております。ですから今日は3つの傘を持ってきておりますので、大中小踊り比べていただければ嬉しく思っております。やっしょまかしょシャンシャンシャンというお囃子がようやく言えるようになりました。今までは声を出さないでマスクをして踊ってました。でも今年からは大勢を声を出しながら踊りたいと思っております。どうぞ皆様もご声援ください。よろしくお願いいたします。4曲目は山形花笠音頭です。 The last song is 山形花笠音頭。ステージにご注目ください。Oh!
人形協会の皆様、ありがとうございました。山形県山形市では今年は8月5日から8月7日に花笠祭りが開催されます。ぜひそちらにも足を運んでみてください。ようこそ山形花笠音頭 by 山形 Prefecture Folk Dance Association。 The 花笠 Festival will be held in 山形 this year from August 5th and to August 7th。Thank you to Yamagata Prefecture Folk Dance Association and to everyone come to see the performance。 山形県民謡協会の皆様、そしてステージをご覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。